前回はオセアニア州の自然地形について見ていきました。今回はオセアニア州の各国の特徴と産業についてお話ししていきます。オーストラリアはインド洋と太平洋に囲まれた島国です。首都はキャンベラで政治の中心地となっています。他にもオーストラリア最大の都市であるシドニーや世界で最も住みやすい都市ランキングで1位を獲得したメルボルンなどの大都市があります。産業について見てみると、農業では主に牛や羊の牧畜と小麦やサトウキビの栽培が行われています。もう少し細かく言うと、北部では牛の牧畜が、東部ではサトウキビの栽培や酪農が、南東部と南西部では羊の牧畜と小麦の栽培が行われています。工業では鉱産資源がよく取れます。石炭や鉄鉱石のほか、アルミニウムの原料であるボークサイトも産出されます。これらは地面を渦状に掘り抜く露天掘りという掘り方で掘られています。これら農作物や鉱産資源が主要な輸出品となっています。かつてイギリスの植民地支配を受けていたことから、1960年代半ば頃まではイギリスへの輸出が最も多かったのですが、イギリスの EC への加盟により貿易は減少しました。次に最大の輸出相手国となったのが日本でした。近年では中国との貿易も盛んに行われています。オーストラリアの先住民はアボリジニと呼ばれる人々です。18世紀の終わり頃にイギリスによる植民地支配が進められ、アボリジニの人口は減少しました。20世紀初めにイギリス支配からの独立を果たしますが、その後はイギリス系移民による白人中心の政治が行われ、中国系の移民との衝突からイギリス系の移民以外を締め出す白豪主義の政策が取られました。1970年代頃に労働力の不足から白豪主義は改められ、イギリス系以外の移民も受け入れるようになりました。現在では異なる文化同士で共存していこうという多文化主義の政策をとっています。ニュージーランドは太平洋南西部に位置する島国です。首都は北島にあるウェリントンで、政治経済の中心地となっています。先住民はマオリ族の人々です。羊や牛の放牧酪農が盛んで、ニュージーランドの人口よりも羊の頭数の方が多いです。今回の内容はここまでです。それではお疲れ様でした。